はい、どうも、ぐっさんです。それでは、FF 零式、続きプレイしていきたいと思います。前回は本当に何にも、大したことを何にもせず、ただ無駄に時間だけ浪費したみたいな感じでしたけどね。今回はね、もうちょっとね、コルシの洞窟、ほんま行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとレベルが足らないということ、コインでね。まあちょっと先へ進めようかなと思ってます。はい。なので先へ進もう。そっちの方が良さそうやな。来たところですね。これもちょっと無理やな。よし、ちょっと。お疲れ様。霞。別の任務。ああ、そうなんや。ありがとうございます。ほうほう。お疲れ様。須田君はイスカ奪還作戦を計画中。工作部隊をイスカの地下水路に潜入させ、魔結晶による破壊工作を実行。混乱に乗じて短時間で制圧するという作戦であった。ゼロ組は、近隣によって極端に視界が制限された地下水路に潜入。魔結晶を設置しなければならない。ほう。もういいよ。じゃあ行くか。よし。ご苦労。お前らドンペリおるな。諸君に出撃命令を下った。これはもう OK やな。町の動力を向こうか。プロテス。ほうほう。なるほど。プロテスな。じゃあ、行くか。やるぞ。行くぞ。行こう。で、どこへ行くの？イスカ地方。歩き？ちょっと待って、これって、イスカ地方まで。歩きはちょっときついから。チョコボで行こう。とりあえず撤収へ。とりあえず行こう。あ、霧深いな、確かに。どうしようかな。軍神か。どっちがいい？こっちにするか。軍神も成長させたいところだが、3人一体。操作キャラ。
捜索やら、キングで。キング、エース。で、今回は、どうしようかな。クイーン来てもらおうかな。魔導員の支援。いや、いいわ。今回はなしで行きましょう。クラスゼロ、任務開始。よし、じゃあ行きますか。こちら一三部隊、これより敵を陽動する。作戦の説明は私がしよう。クラスゼロ、聞こえるか？その先にあるのが排水バルブだ。それを操作することで水路から水を抜ける。目標はガイドマーカーで確認しろ。魔城石の設置を急げ。はいはい、分かりました分かりました。3分間死亡するな。はいはい、余裕や。地上部隊はこちらで引き受ける。クラスゼロは予定通りに頼む。待て待て、次。あ、やばいやばい。おお、やばい。よしよし、危ない。キルサイトで。広告軍と遭遇。意外と早いな。これより戦闘開始。なんや、何がある、こっち。あ、こっちに。あ、どこや、なんか起きだ。魔晶石を設置しろ。はいはいはい。勝手にかわしてくれ。これか。目標はあと2個、急げ。くそ、予想より敵が多い。あまり長くは持たない、急いでくれ。はいはい。これ戻らなあかんないかい。こっちか。ん？こっちやな。回避能力。
これ受けたら死んでしまうし、ね、敵の動きが予想以上だ。魔晶石の設置を急げ。この先なんかあるっぽいけどな。こうか。目標はあと1個。いいぞ。一体何やん。こちら一三部隊、クラスゼロの状況は？水路を移動中、まだ時間がかかる。このまっすぐ。暴れろ。任せてくれ。なんかあんまり気に入頼んだ。お任せください。交代です。いいから下がれ。よしよし。で、次がこのまっすぐか。で、あれ、あ、これ行かれへん。
痛い。最後だ。速やかに設置しろ。絶対に何かあるよ。これこんな簡単に終わるか。帝国軍の本陣を叩け。設置完了だな。よし、設置完了。うん、三位一体っていうのをちょっとまた使ってみますか。魔法で一体キルサイトで倒す。次の目的地。作戦の成否はお前たちにかかっている。速やかに敵司令部の制圧を行え。はい、了解。とりあえずセーブだけしておきますか。はい、そこにいるのは誰だ。あ、敵だ。仕方ない。魔女石を強制発動させる。制御装置の爆破により町の動力停止を確認。現在敵の司令部近辺の兵力は手薄だ。動力が復旧する前に広告司令部を制圧しろ。動力復旧まで24。司令部へ支援要請。ダメです。動力が落ちたときに通信装置に異常が起きています。そう、狙いはそれか。
てるんだ。毒消しがない。大して何もなかった。マジか。おい、いやそんなことはないはず。どこだ。あれ、視界が悪いからちょっと分かりにくい。どこだ。違う、こっちじゃない。時間があんまりない。こっちか。好きに暴れろ。任せてくれ。あんまり、あれ、でも面倒だってのに。下にいるぞ。
あ、痛い。わお、うまい。よし、やめるはずはなしみたいな。気にしてたらあかんのか。多いな。
間がないぞ。敵軍は混乱の最中だ。速やかに司令官を処分せよ。奴らに戦争を教えてやれ。あ、痛い痛い。痛い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 。門が開かんだと。一体どうなってるんだ。近くの部隊を呼び戻せ。もう落とされるな。おお。まだこんなガキどもに好機が。よくやったな。よし、終わりか。ふう。結構あっさりだったね。B。ゴーレム。スザコ軍法。クレイモ。ラストエリクサー、方法、うん。デザートマスク。はい。ということで、今回の動画なんですけど、ちょっと長くなったんで、この辺りで終わっておきましょう。それでは、また次回の動画もよろしければ見に来てください。よろしければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。